はい、ウェーブアイロンの仕上がりです。全体的にカールアイロンの時と違ってなみなみ感が出ます。ウェーブでしたら、一般的なカールアイロンでしたら螺旋状にカールするんですけど、ウェーブアイロンの特徴は波を打つように、上から下の波ですね、横ではなく縦の波を作ることができますので、ちょっとこう違うカールを出したい方の場合はウェーブアイロンおすすめですのでやってみてください。で、ウェーブアイロンのやり方については、やり方の説明も動画撮ってますので、そちらの方も見てください。こんな感じで全体的にツヤのある感じになります。仕上げは洗い流さないトリートメントを使ってます。綺麗ですね。色が明るい方が結構ウェーブ感は見えやすいです。以上です。